どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 D 払いのキャンペーンまとめということで11月版ねやっていきたいというふうに思います。2020年10月はですね、3加盟店買い回りで 50% 還元ということでかなりねすごかったわけなんですけども、11月に関してはですね少し下がってですね、新規の方は 50% でね利用することができるわけなんですけども、既存の方はですね 30% 還元ということになっております。いずれにしてもですね、お得に利用できるのはね間違いないかなというふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。まずはじめですね、2加盟店買い回りで新規の方 50%、 既存の方 30% のキャンペーンですね。今回のキャンペーンについてはですね、対象店がスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、クリーニング、美容院、チャージスポットということで、10月に関してはですねコンビニなども対象だったわけなんですけども、11月に関してはですねコンビニは対象外っていう風になっております。ではキャンペーンの概要ですね。期間が11月の2日から11月の30日までっていう風になっておりまして、エントリーが必須のキャンペーンという風になっております。エントリーフォームはねこちらの動画の概要欄にね載せておきますので、忘れずにねエントリーするようにしてください。でですね、支払い方法に関してはコード払いが対象という風になっておりまして、支払い方法の設定に関してなんですけども、携帯電話料金合算払い、 D カード、こちらはクレジットカードですね、もしくは D 払いの残高払いがね対象というふうになっております。ちょっとこちらに関してはですね後で解説させていただきたいなというふうに思います。でですね、今回のキャンペーンは初めての方はですね2加盟店以上の利用で 50% 還元、既存の方は2加盟店以上で 30% 還元というふうになっております。対象店についてはねこんな感じになっておりまして、こちらね一部というふうになっておりますので、まあ、スーパーやねドラッグストアが対象というふうになっておりますので、11月のねキャンペーンも利用しやすいのではないのかなというふうに思います。でですね、ポイント付与上限に関しては2000ポイントということになっておりますので、初めての方はですね4000の利用で2000ポイント、既存の方は6667円の利用で2000ポイントというふうになっております。でですね、ポイント付与に関しては2021年の1月上旬以降に付与というふうになっております。でですね、ポイントに関しては期間用途限定ポイントでね付与されるということになっておりますので、ポイントの有効期限はね3ヶ月というふうになっておりますので、この点はね注意していただけたらなというふうに思います。ではまずですね、このキャンペーンでね注意していただきたいのは1加盟店という括りに関してですね、同じ系列のねお店 A 店と B 店で買い物をしてもですね1加盟店のカウントというふうになりますので、利用する際はですねドラッグストアであったら松本清とサンドラッグみたいなね、そういう感じでお店をね分けるようにしていただけたらなというふうに思います。またですね、キャンペーン公式サイトにはですね対象外のねものっていうのが、まあはがきとか金券とかタバコっていった感じで、まあ、書いてありますんで、こちらはね対象外っていうふうになりますんで、この点をね確認してね利用していただけたらなというふうに思います。次に支払い設定方法なんですけども、この D 払いのキャンペーンはですねいつもそうなんですけども、D プリペイドだったり D クレジットカード以外のねクレジットカードで設定した場合とかはですね、基本的に対象外っていう風になりますので、この点はね注意していただきたいなっていう風に思います。ですのでドコモユーザー以外の方で D クレジットカードをね保有していない方はですね、 D 払い残高払いがね対象という風になりますので、こちらがねおすすめっていう風になっております。こちらねおすすめする理由はですね、一番簡単だからっていう感じですね。こちらの残高払いに関してはセブンイレブンのね ATM で現金ねチャージして利用するっていった形になるんですけども、まあ、個人的にはですねいつもこちらでね私利用させていただいてるんですけども、まあ、とても簡単なのですね、こちらで利用していただけたらなっていうふうに思います。で利用方法に関してはですね、ちょっと前の動画になっているんですけども、利用方法もですね解説入れている動画ねありますんで、そちらの動画のね概要欄に時間クリックするとですね利用方法のところだとね見ることができるようになっておりますんで、そちらもね参考にしていただけたらなというふうに思います。それでですね、次に新規の方は最大2000ポイントもらえるキャンペーンっていうのもですねありますので、こちらもね利用してみていただきたいなというふうに思います。街でのお買い物利用で1000円分、
ネットのお店の利用で1000円分がねもらえるキャンペーンというふうになっておりまして、こちらもねエントリー必須というふうになっているんですけども、こちらねエントリー自体は公式サイトを見るとスマートフォンアプリのね中からエントリーするっていう形になっておりますので、こちらね概要欄に D バレーのねダウンロードフォーム入れておきますので、もしね利用される方はダウンロードした後にですねこちらエントリーね確実にしてからですね利用していただけたらなというふうに思います。でポイント付与に関してはですね、3000円以上利用すると1000円分ねポイントが戻ってくるっていった形になっておりまして、ネットのお店に関してもですね3000円分利用すると1000円分ね戻ってくるっていった形になっております。でこちらをね初めて利用される方のこのキャンペーンについてはですね、最初のねキャンペーンとは違ってですねコンビニなども対象というふうになっておりますんで、こちらはね対象店といった形になっておりまして、まあ、こちらね一部っていうふうになっておりますんで、もしね身近に利用するところがあればですね、こちらぜひ利用してみていただけたらなというふうに思います。でですねこちらのキャンペーンは対象外のねお店も存在するっていうふうになっておりますんで、こちらね対象外のお店の画像なんですけども、こちらもね注意してね利用していただけたらなっていうふうに思います。またネットのお店の利用の場合なんですけども、このような感じでね対象店はねそこまで多くないので、まあ、こちらに関してはですね利用できそうならねぜひ狙っていただきたいなっていうふうに思います。でですねこちらに関しては Amazon はねあるっていった形になっておりまして、まあ、Amazon だったらねかなり利用しやすいかなっていうふうに思うわけなんですけども、これね Amazon に関してはドコモユーザーのみっていうふうになっておりますんで、この点はね注意していただけたらなっていうふうに思います。またですね支払い設定方法に関しても先ほどのね最初に解説したキャンペーンと同様にですね、ドコモ料金の携帯電話合算払いもしくは D クレジットカードを紐付けで D カード払いですね、また残高払いっていう風になっておりますんで、まあ、ドコモユーザーでなくてですねD クレジットカードを保有していない方はですねセブンイレブンのね ATM 入金がねおすすめっていう風にね話させていただいたと思うんですけども、まあ、こちらもねその方法でっていった形になっております。それでは次にスキヤ 30% キャンペーンについてですね、2020年10月はですね国際ブランドビザでタッチ決済キャンペーンということで、こちら 50% 還元だったわけなんですけども、11月に関してはですね予約&テイクアウト限定で D 払いでね 30% 還元っていうねキャンペーンが来ております。でキャンペーンの概要ですね、期間はですねエントリー自体が2020年の10月30日から2020年の11月30日までっていうふうになっておりまして、利用期間が11月の1日から11月の30日までっていうふうになっております。でですねポイント付与上限に関しては1回にあたり300ポイント期間中600ポイントまでっていう風になっております。でですね支払い方法と支払い設定に関してはですね先ほどのねキャンペーン2つですね、そちらと一緒っていう風になっております。でですねこのキャンペーンについては最低利用金額みたいなね設定はね公式サイト見る限りねないっていった形になっておりまして、まあ、1回上限がね300ポイントっていう風になっておりますんで、もしね500円利用した場合は150ポイント、1000円利用した場合は300ポイントがね付与されるっていった形になっております。それでは次にですね D 払いの予約&テイクアウトってどうやるんですかってね思ってる方結構いらっしゃるかと思うんですけども、ちょっとね画像を見ながらね解説していきたいというふうに思います。 D 払いのスマートフォンアプリを開いていただいて、ウォレットっていうのがですね下の方にあると思いますんで、そちらねクリックしていただきます。そうするとですねスキヤのテイクアウトということで出てきますんで、こちらをねクリックしていただきます。で次にですね近くのお店を選んでいただいてメニューをね選択していただくっていった形になっております。で最後にですねご注文の確認と支払いをしていただいて店舗にね受け取りに行っていただいて完了っていった形になっております。私もですね D 払いでテイクアウトっていうのはね利用したことないんですけども、まあ、そこまでね見る限りは難しくないかなというふうに思いますので、こちらねぜひね 30% 還元ね利用してみていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね D 払いのキャンペーンをですねまとめて解説させていただいたわけなんですけども、 D 払いのキャンペーンは本当にたくさん来ますね。本当にしかもね還元率がね結構高いっていう風になりますんで、利用されてない方はですねかなりおすすめっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただけたらなっていう風に思います。
でですね、D 払いのねキャンペーンに関してはですね、基本的に付与されるポイントっていうのは期間用途限定ポイントということで、じゃあね JAL マイルとかにね交換することができないっていった形になりますんで、マイルを貯めることができるようなキャンペーンのペイサービスだと11月だとですね、 au pay で11月ね飲食店で 10% 還元っていうのもね行われておりますんで、還元額も欲しいけどマイルをね貯めていきたいっていう方はですね、こちらの au pay のね飲食店 10% 還元キャンペーンっていうのもですね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。こちらに関してもですね、動画の概要欄にねリンク入れておきますので、そちらねぜひチェックしていただけたらなっていうふうに思います。皆さんね D カードゴールドクレジットカードって発行されましたかね。こちらねポイントサイトの案件で D カードゴールドっていうのはもう結構しばらくの間ねずっと最高ポイントね維持してずっと消えてない案件で出ておりますので、もしね発行されてない方であればですね、こちらね発行するだけで 23,500 円分のねポイントがもらえるっていう風になっておりまして、年会費ね1万円かかるわけなんですけども、ポイントサイトからねもらった 23,500 円分の年会費に当たる部分ね1万1000分ね現金で受け取ればですね、残りは完全にね利益っていう風になりますので、もしね D カードゴールドね発行されてない方であればですね、ぜひね発行してみていただけたらなっていう風に思います。でこちらのポイントサイトの案件はですね、ポイントサイトポイントインカムで案件出ているっていう風になっておりますので、こちらもねぜひ検討してみていただけたらなっていう風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。